伊藤博文は1841年天保12年に長州藩の農家に林利助として誕生する。農家でありながら名字を持っているのは名家の証だが、それは過去の話で、天保の改革や飢饉で知られるように当時は大変厳しい状況だった。やがて父十三は村から預かった米の使い込みがバレて単身で萩に逃走。農民たちを救うために使ったのだが、今まで通りに暮らすわけにもいかず、利助は幼いうちから一家離散の危機に直面した。その後利助と母も萩に移り住み、利助は寺の小僧として働き始める。そこで読み書きを習い、やがて久保塾に入学し優秀な成績を収める。この頃から月が回ってきたようで、やがて父が伊藤家の養子に迎えられ、利助は数々の著名人と出会うことになる。明治維新で知られる激動の時代を長州藩士として送り、桂小五郎、高杉晋作らと行動を共にする。俊介と名を変えた博文は、攘夷、つまり外国と付き合うべきではないという考えに傾倒し、日本にいる外国人を追い出せと過激な運動を行うようになる。21歳の時に高杉晋作に率いられ、品川にある英国公使館に火を放ったのだ。今風に言えば大使館に放火だから、犯罪どころか国際問題にも発展しかねない。ところがこれらの功績が認められ、準侍雇いとなり、二軍ながらも侍の仲間入りを果たしたのだ。政治家として手腕を発揮したのは1863年に海外視察に出てからで、今の外務省的な仕事を担うようになる。攘夷と暴れていた人物が外国人の玄関でもある兵庫県知事に就任し、その後は各国の要人と会うのだから、運命とは皮肉なものである。やがて日本の初代総理大臣となり、大日本帝国憲法を発布し、一躍時の人となる。憲法の原案を作ったのも伊藤で、当時の最高責任者である明治天皇が伊藤家を訪問するほどの信頼を得ていたのだ。それからの人生もやはり順調と呼べるものではなかった。幕府から議会へ、藩から県に変わったとはいえ、それがすぐに浸透するはずもなく、意見が対立イコール総辞職が繰り返されていた。伊藤は4回も首相を務めるが、戦争や不平等条約の改正など問題山積み状態は続き、辞めると言い出すたびに明治天皇に慰留されていた。1898年3回目の総理大臣を辞任する際、伊藤はとんでもない辞表で明治天皇を苦笑いさせた。なんと漢文で書かれた辞表を提出したのだ。今風に意訳すると、これ以上この仕事を続けるとあなたの評判を落とすことになるので、総理を辞め爵位もお返ししますといったところだ。これを見た天皇は、伊藤の辞表を読むにはまず漢文の勉強をしないといけないのかと苦笑したとされている。伊藤は漢詩を愛したことでも有名で、知識のひけらかしも少なくなかった。ただし決してエリートとは呼べない生い立ちから身を削るような努力で培った知識を辞表に使ったのは、前例を込めたメッセージとも表現できるだろう。